さん。ん？秘書のマリナです。ああ。ああ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。この金でどうだ。おいお兄さん、一杯飲んでって。Thank you.
ああ。いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ、なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ、錦山君。酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。そう、ああ、まあな、組の兄貴たちもまだこの店は。ならちょうど手間が。そういや、相手は立花不動産の小田だ。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったら。おい、ユミにこの町でホステス人気出ると思わねえか。あいつは暇。じゃあ期待の新人ね。なんだか桐生さん、ユミちゃんの弟。そこはせめて兄貴みたいって言って。それにしても立花
どうする？もいや、待つよ。ふん、のこれくらいで何言ってんだ。その常識がねえのがお…いっ…ねえ、それならカラオケで…ん？バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝った。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。しょうがねえ。よし、そうと決ま…どうよ、錦山君すごいだろ。だろ、おめえもなんだかんだ言ってノリ。ふん、たく素直じゃねえな。そんなわけない。それにしても小田ってやつ本当に遅い。本当ね。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。アワナの兄貴、なんでここに？座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。
例の専用屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれおっ錦言うな。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが、錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいっすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。死に急ぐのは勝手だがよ。何つったってんだ。土下座しろや。なんか勘違いしてるらって。あんたらに詫び入れる気はねえよ。やる気なのか。そうかよ、あれやってみろ。早くやれや。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。俺の仲間がち、ああ錦山とそれてめえ、何が最後の一戦だ。行くぜ。Hey!
ひる。てめえ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽど焼くぞ。次はあんたか。こんな山で出張ってきたな。おめえが、俺はよ、風間の頭が橘不動産を使ってどう思うかな。おめえごまかす。橘不動産、そうか。俺は何も言ってない。まあいい。おめえ勝手にやってろなあ、キリュウよ。俺に奴はうまいこと隠れ回ってるようだな。青にな。俺はもう堂島組を抜けてる。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。それとも、このまま無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。あんた、立花に会ってどうする気だ。からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。つまり朝まで考え返事がねえときは